はい、時刻は9時30分を回りましたね。嘘のような本当の話のお時間ですね。え、はいはい、今日はねまた素敵なゲストをお迎えしてますのでね、皆さん最後までお付き合いくださいね。はい、まずは、ドクター水素ボトルの、北条政宏さん、おはようございます。おはようございます。ねえ、北条さんとの、北条さんが、行く音楽の、ね、生演奏の場所に、よくよく足が通っていたというとある女性を今日お迎えしておるんですけども、いろんな意味でこう結びついてね、笑顔あふれる毎日を過ごしていらっしゃいます。はい、ちょっとお話びっくりすると思いますけど、ご紹介しましょう。はい、株式会社スペース MTK 代表取締役の笠井智子さんです。おはようございます。はい、おはようございます、そこから来ましたか。はい、そこから行きますよ。もうね、だいぶ前にもね、もちろんね、お迎えして出ていただいたんですが、はい、ちょっと改めましてね、はい、一体このスペース MTK さんね、はい、笠井さんは何をされていらっしゃいますか。ちょっと簡単に自己 PR。 はい、はい、簡単に一言で言いますとですね、まあ、宇宙葬のサービス事業をしております。宇宙葬って何ってなると思うんですけども、皆さんね、人生最後に、まあ、こうなお亡くなりになった時にお墓に入るのが普通なんですけども、その中に自然葬の中の一つにですね、まあ、海に散骨する海洋散骨、それからまあ土に還るということで樹木葬、こちらはご存知かと思うんですけども、その中の一つとしてですね、これから選択技に宇宙葬、宇宙に散骨をするということも考えていただきたいなと思いまして、2017年に設立した会社になります。で、宇宙に散骨って何、宇宙にご遺骨をばらまいてしまうのって、よくそういうことを言われる方がいるんですけれども、弊社の宇宙散骨、宇宙葬はですね、アメリカのスペース X 社のファルコン9というロケットがあるんですが、そのロケットに、人工衛星の中に入った散骨、ご遺骨を、納めまして、それをロケットに搭載し、地球から500キロメートルから600キロメートル離れたところに打ち上げ、地球の軌道を5、6年周回するんですね。で、その間、ご遺骨が星となって輝いている、要は、亡くなったらお星様になるという形になるんですけれども、その後、周回した後ですね、大体5、6年なんですけれども、最終的には大気圏に突入してもう燃え尽きて、流れ星になってしまう、そういった宇宙葬をただいまやっております。なるほど。皆さん、リピートアフターミーっていう世界だと思うんですけどもね、まあ、ご想像とともになんですが、はい、ではね、笠井さんはお子さん小さい頃、ね、はい、お母さんとお話しされたそうですよね。そうなんです、ね、人は死んだら、その時どなたかが、はい、あれですか、手に召されたタイミングだったんですか。そのだいぶ前に私のおばあちゃまが、亡くなってはいたんですけれども、私そのちっちゃい時に日舞を習ってたんですね、で日舞、まあ、お稽古ごとって夜なので、もう帰りがけその橋を渡って、まあ、お稽古が終わって自宅に帰るんですけれども、その時にふとおばあちゃんのことを思い出したタイミングになったんですけれども、その土の中に帰る以外に何かあるんじゃないかなと思って、そのお母さんに何気なく聞いたんですね。人は亡くなったらどうなるの。いくつの時でした、大体。多分ですね、小学校1年かそのくらいの時だと思います。まあ、そんな可愛らしい頃にそうなんですよ。でも素朴に思いますよね。はい、ね、本当に分からなくて、どうなるのお母さんって言ったら、まあ、ご遺骨になるっていうのはもう分かってたんですけども、その後ですね、まあ、今思うと魂の存在ってどうなるのかなっていうのも多分あったと思うんですけども、そしたら母が「ともんこ、夜空を見上げてごらん」って言われて、パッと見上げました。
で私が、その小学校1年の頃っていうのは私葛飾区だったんですけども、うんうん、あの東京は葛飾区なんですけども、もう本当に夜空に見事に星が見えるわけですよ、うん、その時は天の川は見えなかったんですけど、本当に冬の澄んでいる空っていうのは、まあ、天の川も見えるぐらい綺麗だったんですね。そしてやっぱりあの星が輝いているわけですよ。と母が見てごらん、あの輝いている星になって地球上にいるみんなのことを見守ってくれているのよって回答が来たんですね。でも私はあのキラキラ輝いている星に絶対なりたいと思って、よし私は亡くなったら星になろうって決めたんです。それが宇宙葬を行うきっかけになりました。時期的にも、はい、うん、とてもその純粋無垢なね子どもの頃から得て、うん、で日本舞踊でちょっと芸術的なね、はい、うん、あの分野にもあのお仕事をねされてたと伺うんですが、その後でも和江さんはね宇宙葬って言うと皆さん、うん、であの番組中何回もねご説明したいと思うんですけれども、はい、あのもともとですから、学校出られて、はい、ご葬儀、まあ、いわゆる亡くなってね天に召される方へのお別れの、はい、お仕事、そうなんですね、されたんですね、はい、物心ついた時にもうですから、まあ、何らかなり30年なんですけども、うん、まあ、葬儀のプロデュースという仕事をさせていただいてるんですね、地球上で。でもともと私小中高と12年間、まあ、仏教の学校に通っていたんですけども、その時の教えがすごくその葬儀の仕事に役立ったんですね。なのでもう水を得た魚のように、まあ不謹慎かもしれないですけど、まあ、私にこの葬儀の仕事は合っているんだなと思ってずっとやってきていて、うん、でもう地球上である程度のことはもうほとんどやり尽くしてしまったんですね。普通の葬儀だけではなくお別れ会、忍ぶ会、いろんなことを、はい、プロデュースさせていただいたんで、でじゃあもう地球上では終わってしまったので、もう目を向けるとしたら私が子どもの頃から描いていた、そうだ亡くなったら星になる、これをやろうっていうのを思ったので、まあ、宇宙葬にたどり着いたということですかね。だそうです、北条社長。すごい。っていうかあのやり尽くしたっていうね。でも地球上ではですからね、地球上その宇宙葬を絶対にこれは絶対やりろってなったのが、まあ、北条さんが導いてくれたのが、まあ、きっかけにはなってるんですね。もう途中で本当に挫折もうしそうな時、あもう多分ダメなんじゃないかなと思った時に、まあ、北条さんとの出会いがあったのがきっかけなんですよね。成功する、それはもう少しちょっとね具体的に言うとどんなあれだったんですか。そのさっきの話じゃないですけど、はいはい、まあ、踊るところ、まあ、ライブハウスで、あの、まあ、お互い一人で行ってたんですね、はい、まあ、ライブハウスで一人で行くっていうのちょっと寂しいですよね。考えたらね。目に浮かびますけど。わかります。でも全然一人でもあの平気な、だけどこうね賑やかな、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、生演奏ですよね、生演奏です、そうです、生ですね、もう踊るし歌うしって、もそういう世界だったんですけども、うん、でその中で、まあ、そのバンドマスターの方が、まあ、私にその隣に座っているのは北条さんっていう人なんだよっていうのを紹介してくれたんですね、うん、私が多分ポツンとしてたからだと思うんですけども、うんうんうん、それでその話をしていく中で、もともと私あの水素ってすごい興味があって、うん、あのやっぱその健康器具のそういった展示会とかあった時に行ってたりしたんですね。で体験もしてるんですよ、うん、その当時っていうのはあのカプセルみたいのに入って寝て、寝ながらこう水素を吸うっていうそういうものだったんですけども、で大きいし高いし、あでも水素っていうのはやっぱりお金持ちの人しかこういうのは手に入れることができないんだなと思いながら、でそのバンドマスターが紹介してくれた北条さんにいろいろ話を聞いた時に、まあお手軽な値段でも買えるし、これあの自宅にも、ね、でそうなんです、あのあっていいなって、うん、水素寝るやつ自宅に持ってたらえらいことになりますもんね。なります、なります、大変ですよ生活の。うん、百万でしょ、置き場所もないですし、ね、邪魔でしょうがない、入ってない時もうその時点でうそん、でも宇宙もうそんですけど、ちょっとあの私もあの今熱が上がってきましたので、あの、はい、一旦 CM に行きましょうね、はい、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
はい、嘘のような本当のはね、今週も楽しくお届けできてるかな、どうでしょう皆さんお元気ですかね。はい、宇宙葬というところでね、いやいや宇宙葬、葬儀の葬ね、時に思うというね、相手の、心っていうようなね書き方もする、まあ後ほどね、代表の、株式会社スペース NTK 笠井智子さんお迎えしてますので、いろいろと伺いたいと思うんですがね、ドクター水素ボトルの北条社長との出会いが、そしてね、生演奏音楽クラブ、あと東京、新宿おいくね、なんかね、うん、両方ですね、両方ね行ってましたところ、まあちょっとそれね、バンマスの紹介で、ああどうもどうもっていうところから始まったそうですが、笠井さんのはもともとやっぱりね、興味を水素に持たれていたということなんですが、はい、その、まあ、とりあえずお話を聞いて、はい、うん、ちなみに物を持ってたんですか、北条さん。その場では持ってなかったですね。持ってなかったですね、ね、はい、多分ね、そしたら、お話を聞いて、あ、なんかいいかもって、もうすぐあの会社にちょうどあのセミナーかなんかがあったんですよ、うん、でもそこにすぐ駆けつけて、うんうん、もうクーラーの効いてない、まあ、故障ちょうどしてたんですよね、この暑いところでお話を聞いてその時に人が結構集まってたので皆さんとお話しして、で血液のその流れのね、そういうのも調べてもらったりして、うんうんうん、あ、その戦時会の時もやったこと同じことやったんですね、うん、それで手軽だしもう速攻、うん、購入を決めました。なるほど。それで、はい、実際に、まあ、あのお試しというかね、はい、手に入れられて、水素デビューからすると、はい、どれぐらい、は、何ヶ月ぐらい、3年ぐらい、3年ぐらいですかね、今のモデルのもう一つ前の時なんですよ。もうそれはもうかなりのキャリアになりますが、うん、はい、もう毎晩私はパソコン打ちながら吸ってますね、だいたい 2,3 時間。ああ素晴らしいでもちなみにその頃、はい、まあ、出会いの頃というか、すごく、音楽聴きながら病んでたとか辛かったとか実際なんかそんなことがあったでもなかったです、まあ、そしたら来てないか、来てあ、まあ、その仕事がもう思うようにいかなくてすごい病んでたんですよね。ああ、で行き詰まってて、もう私はもう音楽が大好きなんで、もういいや行って、もうバンバン来て忘れようっていう思いでライブハウスに行ってます。あ、そうか宇宙で星になりたいし、こういったね、お届けの仕方もあるんだ、だけど、まあ、それはいきなりそんなにね、はい、うまくいかないな、もう授業はなかなかね、うまくいかないものですからね、まあ、なんせ宇宙ですからねここ何年かね、まあ、あれいろんなすごい会社がね、宇宙だっていうような時代になってきてるんですが、うん、その頃も先駆者としてね、あ、これをね、ね、スタートしようっていう思い切りも確かにすごいなと思うんですけれども、もう本当クレイジー扱いをされてた時代ですのでね、もう本当に5年ぐらい前、そうですね、5年前、2017年に立ち上げましたので、はいはいはい、ね、そこから、うん、音楽が好きで、はい、バンドが好きでと、うん、だから音楽に結構救われている部分もあったりします ね、私の場合は今そう思うと。なるほどですね。でそのバンマスの方もやっぱり水素を吸ってる方だったんですよ、うん、でもその方ってやっぱりすごい大病されてすごい心配してたんですよ。でも久しぶりに会ったらすごい元気になってるんで、でそれもまあ、ね、水素ボトルのおかげやっていうことで、あ、もうこれは本当にもうその場で、もしその場であったら勝てたんですね、私ね、そこをね。いや、ね、同年代のやっぱり元気さを見ちゃうとね、はいはいはい、もう私もそうだ、そうなの、ね、でもその方もね、つんくと一緒のね、うん、喉ですから、あ、ね、言ってましたね、それがまた歌えるようになってるわけですしね。でその手術をする前も私知ってるんですよ、なるほど、その方が、うん、でもう本当にだんだん細くなってって、うん、やっぱり声が出ない状態っていうのも知ってたんですよね。でしばらく会わないうちに久しぶりに会ったらもうすんごい元気になってるんですよ。本当に病気してたのっていうぐらい、うん、だからもうこれは絶対って思ったのがありますね。やっぱ歌手生命、喉はね、っていうのもそうですよね、最後ですもんね。でも開けて、ボーカルですしね、そうそう、ボーカルです、うん、ボーカル喉頭がんって言ったら、はい、そうですそうです、まあね、それだけ激しく使うからこそなるわけですけども、うん、ね、普通はね、歌うのやめちゃったりしますよね。もう今全然また普通に歌ってますしね、また普通に歌ってますよね。MC も前よりもパワーが増してますよね
その方もまあぼちぼちね還暦に声がそれこそリーチに、ね、なるぐらいで、はい、ね、来年還暦ですね毎日のように歌って、ね、はい、なるほど。このね、保持者長、あのこの何でしょうね、よくがんにというね、あの良い方向に向かわれた方もいらっしゃるということなんですけれども、やっぱりその笠井さんのまあね精神的にもったらね、そういう部分もあるかもしれないんですけど、うん、この元気さのもと手助けするのってやっぱ血流ですかね。そうですね、鼻毛が伸びるのと一緒ですね。ありましたね、そういう事件が毎日起こしてる人がいるんですね。やっぱり生き物としてね、やっぱ元気になっちゃうって嫌が多いでいや、いいことなんですよね。私もね、エクステをやってまつげが全部抜けちゃったんですね。で今皆さんに、ね、ちょっと見せられないのがもったいないんですけど、してないですよ、つけまつげとか全然してないんですけど、すごいでしょ。ある、そうなんです。いや、まつげあります、あるでしょ、うん、ねえ、下手したら結構長いんですよ。長いです、長いです。これがもう賜物でございます。いやいや、本当にテレビじゃなくてね、残念極まりないんですけども、岡田さんのお年は歳、うん、なんですけど、はい、とても見えませんもんねやっぱりね。じゃあ YouTube の画面は目つぶったところをこうまつげアップでいきましょうかねよりねそこだけにしてください。じゃあお願いします。いやいやいや、でもお元気さのもとっていうかね、はい、もちろんそういうなんか音楽ね、歌って演奏してる人たちももちろん元気でなきゃいけないんでしょうけれども、うん、しょっちゅうその海外ロサンゼルスとね、はい、行ったり来たりという中で、はい、まあ宇宙層、はい、皆さんにとってまだまだ馴染みがね浅いとは思うんですけれども、そうですね、ね、どんなことを具体的に言うと、だって実際ロケット見たことあるんですよね。あ、もう柱の前まで行きました、ね、はい、まあ、その辺のちょっとなんて言うんでしょう、ご自身レポート的な、はい、うん、ちょっとお話聞かせていただきたいんですよ、はい、もう最初に例えばね、最初ですね、うんうんうん、なんでしょう、そういうすごい事業家の方にね、アプローチしていったりとかしながら、はい、いろんなご苦労の中でこぎつけちゃったわけですもんね、実際もう。そうですね、ね、自然に照明、私のペットちゃんの、ね、はい、愛するワンちゃんも残念ながら天寿を全うしました、うん、ね、で遺骨をね、はい、もちろん自分とお家の庭に、でも一部を宇宙にと、はい、証明書とかも出るんですか。あ、はい、打ち上げ証明書というのがスペース X 社から出ますので、うん、まあ、それはいつしか出ないんですけれども、まあ、それを皆さんにまあコピーして、まあ、メールであったり郵送したりしてお送りさせていただいてます。スペース X 社というとなんか聞いたことがあるような、はい、まあ、テスラ、自動車のテスラでも有名な、まあ、イーロン・マスク氏が創業したロケット宇宙開発会社になります。今日もね、多分間もなく、クルードラゴンが、あ、今日じゃないですね、あ、もう少ししたらですね、打ち上がるかと思うんですけれども、まあ、国際宇宙ステーションに今世界 各国の人たちを、送り届けている、まあ、ロケット会社ですね、スペース X っていうのは。日本のね、衛星ってなかなかうまくいかなくて、この前もね飛ぶはずだったのがずれちゃってっていう、そうですよね、何が違うんでしょうね。どうなんでしょう、やっぱり技術っていうんですかね。だからアメリカの場合もずれるのはあるんですけれども、だいたいずれても1日2日なんですよ。なるほど。でもね、日本の場合はもうずれてしまうと何ヶ月も先になってしまう。だその辺がやっぱり、あとお金のかけ方もやっぱり違うと思うんですね。なるほど。うん、もうご遺骨をね、はい、実際にね、まあ、ロケットに乗せてと、ね、で本当に私、ラジオをねお聞きの皆さんにもそのどういうことなのと思うんですけど、そのブワーンと本当に見えなくなるまで飛んな 何万キロかなんか飛んでってから、うん、そのロケットはなんかパカッと遺骨をね、ほらばらまくんじゃないっておっしゃってたじゃないですか、はい、宇宙に置いて来るんです、帰ってくるんですか、また、はい、そのご遺骨をがどうなるんですか。電柱ありますよね、電柱に、三角形の、なんか物体を積んだと想像してください。
想像します、うん、で、地球上からだいたい500キロから600キロにいたところに三角形の物体と電柱が離れ離れになります、うん、三角形の物体だけが、地球の軌道を周回する、残ります。そして下にあった電柱の部分は再び地球に戻ってきて、それはロケット、ロケットですね、うん、はい、電柱のようなロケット、こうスポッて抜ける感じです。はー、もう本当に離れるって感じですね、分解じゃなくて。でその抜けたご遺骨の、は、はい、その衛星軌道、はい、ずっと回るんですか？5、6年と聞いてます。 5、6年回ったらどうなっちゃうの？大気圏にだんだんその地球の引力にこう押されてくるんですね、はい、で大気圏に突入して地球に戻る前に燃え尽きてしまう。引力の方が強いんだね。強いんです。なので、宇宙ゴミにはならない散骨というかなります。お星様だ。はい、5、6年はお星様、そして最後には流れ星になる。でこれをきちんとあの宇宙法を学んでいる、まあ、元 JAXA の方にも確認し、まあ、このやり方で大丈夫ですかというのを NASA にも確認を取り、で最終的に、確認が取れたのでスペース X 社はじゃあうちのロケットに搭載して打ち上げましょうっていうふうになったんですね。で去年1回、去年、はい、2022年の4月の2日の午前1時24分ですね、日本時間で真夜中に打ち上がりまして、それがスペース X 社の、YouTube に生中継されているので、はあ、もう契約者の方たちは、あ、飛んでる飛んでるっていうのがすごく分かるんですね。でその前の日には私は契約者に対して今発射台の前にいますっていう、そういうのをあの送ってるんですね、映像すごいですね。はい、はい、ね、皆さんなんとなく描けましたでしょうか。私、まあまあ、まだまだね、はい、ある意味本当ツッコミどころ満載なところなんですが、事実もうねそのご事業というか、星様に、なっているというのは、あり得ている出来事であると。そうです。でしかもあれですよね、そのご遺骨が宇宙の軌道に乗っているのをスマホで確認ができる。はい、位置確認ができます。えらい時代ですね。本当ね、本当にすごい時代ですね、うん、っていうか、何人ちょっとね、宇宙人かもしれないとか、笠井さん疑わしく見てしまったんですけれどもね、いや、まだね、はい、よくお話に出るかもしれないですが、早い、はい、うん、世界の宇宙開発事業 のコストってね、うんうん、投資も含めてものすごい、日本人がびっくりするような、ね、投資家の方々がやはり注ぎ込む。その理由は、まあ、ビッグデータであったり、うんうん、回収軌道に乗る、ね、その衛星のいろんな、こうなんかありますよね、今後の、ね、うん、AI 時代に向けてっていうところだと思うんですが、日本はまだまだであっただけど、はい、葬儀、ご葬儀のね、形ってで単純にお別れ云々でもないもんですから、うん、先週ねちょっと出ていただいた糸数森尾さん、はいはい、ね、うん、ね、三国グループさんの代表糸数さんは、これさ面白いよとおっしゃってましたね、うん、その興味深い、そのね関心事をもっとその沖縄でっていう部分がありますもんね、はい、さんの中にね、やっぱりその日本で一番綺麗に輝く星が見れるのが沖縄だと思ってて、ね、そこから発信したいなと思ってます、そうですよね、うん、なので、まあ、笠井さんせっかくこの宜野湾市の、道もだいぶ覚えてくださってるようなので、はいはい、来週ねもう一回来てもらいましょうかね。お願いします。で、はい、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ、ちょっと水素でも吸ってていただいて、はい、はい、ちょっとお待ちになっていただいて、また来週も、スペース、NTK 笠井智子さんとね、北条雅也さんお呼びしたいと思います。まずは、ね、皆さん来週も楽しみに聞いていただきますよう、一旦お別れしましょう。笠井さん、北条さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。